8008の東ドイツ製クローン U808-8008 は、インテルによって開発製造された初期のマイクロプロセッサであり、1972年4月に発表された。14ビット外部アドレスバスを持つ8ビット CPU で、16キロバイトまでのアドレス空間を扱える。本来は、コンピューターターミナルコーポレーションからの委託で、 同社のプログラム可能なタ末マツダタポイント2200向けに設計した命令セットをコードネーム1201というチップに実装する予定だった。しかし、チップの提供が遅れたことと性能が CTG の目標に達しなかったため2200には使われなかった。インテルと CTG の契約により、インテルはそのチップを他の顧客に販売する許可を得ていた。 CTG は1968年、NASA の技術者だったオースティン・オー・ロシュとフィルレイが、サンアントニオで創業。ロシュはデスクトップ型コンピュータの製造を目論んでいた。しかし市場が未成熟だったため、同社の事業計画では、単にテレタイプ端末 ASR-33 の代替となる製品とだけ言及しており、ダタポイント3300を出荷した。 ジャック・フラッサニートがデザインした筐体は IBM セレクトリックタイプライターが置ける場所に置けるよう同じ底面積になっており画面のアスペクト比は IBM のパンチカードと同じになっている商業的には成功したが3300は回路を小さな空間に詰め込みすぎたため発熱問題に悩まされることになった発熱問題などに対処するため CPU 部分を ワンチップ化して再実装するという設計変更が開始された。彼らが設計したチップを製造してくれる企業を探し、ロシュは当時メモリチップを製造していたインテルにたどり着いた。ロシュはそのコンセプトに懸念を表明していたロバート・ノイスと会った。フラッサニーとは、後に、ノイスはそれが興味をそそるアイデアで、インテルなら実現可能だが愚かな行動になると言った。 彼はコンピュータチップはコンピュータ1台につき1個しか売れないがメモリチップはコンピュータ1台あたり数百個も売れると言ったと述べている。もう一つの大きな懸念はインテルの顧客がそれぞれ独自のプロセッサを設計しておりそれに使うメモリチップをインテルから購入していた点でインテルが自前のプロセッサを出荷すればライバルということになって メモリチップを買ってくれなくなる可能性があった。いずれにしても1970年初め、ノイスは5万ドルで開発契約を結び、テキサスインスツルメンツがセカンドソースとして加わった。TI はインテルの設計図に基づいて1201のサンプルを作ったが、あまりにもバグが多く使えなかった。インテル自身の製造は遅延した。CTC は ワンチップ CPU の完成を待てず、TTL 素子で CPU を構成する方向で再設計することを決定した。1970年春、ダタポイント2200がリリースされ、1970年5月25日、ゼネラルミルズが最初の購入者となった。CTC は2200のリリースで1201を必要としなくなったため、その開発を停止させた。 6ヶ月後、成功は1201を科学技術電卓に採用したいとインテルに打診してきた。これは、ビジコンがインテル4004を使ってビジネス用電卓で成功しているのを見てのことである。4004の設計にも関わり1201でも、プロジェクトリーダーを務めたフェデリコ・ファジ人の指揮で若干の再設計が行われ、ピン数を16から18に増やし、 新たな1201が1971年後半に完成した。その頃 CTC はハードディスクドライブを搭載した新たなダダポイント2202を開発しており、1201は新製品には非力すぎて使えないと判断。1201の知的財産権をインテルに譲渡する代わりに契約金5万ドルを支払わないということにした。 インテルはこれを8008に解消し、1972年4月のカタログに1 2 0ドルという価格で掲載した。従来の顧客が去ってしまうのではないかという懸念は、現実にはならず、8008は商業的に成功を収めた。その後継として8080 80が続き、さらに大成功となる、インテル X86 ファミリーへと続いていくことになる。 8008を使った初期の完全なシステムとして、カリフォルニア州立大学サクラメント校のビル・ペンツのチームが作ったサクステート8008がある。最初の真のマイクロコンピュータの一つであり、プロムに IBM ベーシックアッセンブリーランゲージと共に簡単な OS が搭載されており、カラーディスプレイ、HDD、キーボード、モデム、磁気テープ、紙テープリーダー、プリンターを制御できる。 このプロジェクトはテクトロニクスの支援を得て1972年春に始まり約1年後に完成した。ビル・ペンツはインテルにいくつか助言し、後の8080 80の命令セットに影響を与えている。イギリスでは1972年 EMI の研究所でトムス・ピンクが8008の出荷前のサンプル品を使いマイクロコンピュータを作った。ジョーハードマンが 周辺回路を設計し、停電時のセーブリカバリ機能なども実現している。OS は DEC の PDP-11 用アセンブラを改造したメタアセンブラで書か,かれ、PROM に搭載された。試作品が EMI 経営陣に披露されたが、プロジェクトは中止となった。8008のブロック図10マイクロメートルルールの PUMOS、ロジックで実装されている。 最初のバージョンは最高クロック周波数 0.5MHz で、あとの8008から1で 0.8MHz までとなった。2クロックサイクルを T ステートと呼び、1命令は5から 11T ステートで動作する。レジスタ間の移動トルー操作は 5T、レジスタマイナスメモリ間の移動は 8T、コール命令やジャンプ命令は実際に分岐した場合 11T ステートかかる。 単位時間あたりの命令実行回数では4ビットのインテル4004やインテル4040 40に若干負けるのだが8008は8ビットの演算ができ大きなメモリ空間にアクセスできたため4ビットチップと比較して3から4倍の計算能力があると言われたトランジスタ数は3500個である最初期のパーソナルコンピュータ製品にも採用されておりフランス製のマイケル アメリカ製のスケルビーなどがある。後継の8080 80や8085はバイナリ互換ではないが、アセンブリ言語レベルで8008と互換性があり、内部設計も基本的に似ている。X86 ファミリーの最初の実装である8086は8080 80の拡張と言える部分もあり、元々のダタポイント2200の設計に若干似ているとも言える。すなわち、 8008の核命令と対応する命令が8080 80の命令セットに存在するだけでなく、32ビット化された X86 の命令セットにも対応する命令が存在する。チップは一つの8ビットバスしか持たず、それをサポートするために大規模な外付け回路が必要とされた。例えば14ビットアドレスで 16K バイトのメモリにアクセスできるようにしようとすると、 外部にメモリアドレスレジスターを設けてアドレス出力を拉致する必要があった。8008は8本の入力ポートと24本の出力ポートにアクセスできる。端末制御用に作られたものとしては納得できる設計だったが他の用途に使うには困難がありすぎた。初期のごく少数のコンピュータがこのマイクロプロセッサを使って設計されたが、 一般に使われるようになったと言えるのは次の大幅に改良を加えられた8080 80である。8008ファミリーは MCS-8 と呼ばれることがある。以下に命令一覧を示す。ありがとうございます。